の帰国でメンバーは6人に、大瀬は失恋、そして旅に残ったリコに学童保育の優くんが密かな片思い。真実の愛を見つける地球2周目無期限の旅、ラブワゴンが走るのはチュニジア。チュニジア行ったことないわ。チュニジア、日本人に馴染み薄いアフリカ大陸最北端のこの国は、実は世界有数の観光立国。地中海を挟んでヨーロッパは目と鼻の先。一方南部には世界一広いサハラ砂漠が広がる。美しい大自然と近代的な街並みが凝縮されたチュニジア。ヨーロッパの人々に人気が高い隠れたリゾート大国だ。すごい、うまうま乗ってる。新たな国に降り立った6人。するとチュニジア、あったあった信号のほうが絶対ラブワゴン発見。おはようございます。私はモフです。モフです。モフです。チュニジアのドライバーはモッホさん、妻子持ちの47歳。さらに今日は男性新メンバー合流の日。走ること15分。あ、サルトもテンション上がってる。これ完璧にかっこいい系だ。新メンバー発見。はじめまして、名古屋から来ました小山浩二22歳です。コースと呼んでください。今はイタリアンレストランのバリスタっていうのをやってます。ラストカプチーノとか作ったりするやつなんですけど。名古屋出身の浩二はイタリアンレストランで働く爽やか系の22歳。カプチーノなどに絵を描くバリスタとして活躍している。この職業は朝昼晩とコーヒーを飲むイタリアでは身近な存在。いい、全然いい。旅の資金は1人1日2500円。これはこの国で貧乏旅行をするギリギリの額。こうして7人の旅が始まった。チュニジアで迎えた最初の夜。綺麗。乾杯。今夜は新メンバーコージの歓迎会。これ持ってるわ。 40% って書いてあるよ。メンバーが手にしたのはナツメヤシのお酒。高アルコールだが口当たりのいいチュニジア風の焼酎だ。アルコール危ないね。そんな危ない酒を一人グイグイ飲むブクロウ。そしてはい、ばあちゃんの乳首は欲しいとチュニジアだけにテンションの上がったブクロウ、さらに酒を煽る。そして帰り道、ブクロウがついに狼の牙を剥いた。どんなのが好き？遊園地で。ジェットコースター。マジで？マジで。本当に？危ない危ない。しっかりしろよお前。すると、池袋の狼の見境ない暴れっぷりにリコは泣き出してしまった。その相手のこと考えるんだな。やっちゃった。お前説教だ。ちょっとリコに思いを寄せるユウくんはただ子羊のように黙って見ているしかない。しかしその夜、ユウくんに対して子羊が勇気を振り絞り狼を呼び出した。大丈夫か？子羊が狼。今日袋がリコ泣かしちゃって、
俺本当リコの中を見たくないんだ。だからもう、そういうことはやめてほしい。本当に分かった。もうやんない、もうやんない、もうやれへんやろ。すると袋はでも いいの、ゆうくんはあのこんな本人がいない場でいた時に、あ、ブクラみたいな。ナイス提案やのに。羊のように穏やかで優しい心を持つ羊男。いつも泣いてばかりいた羊男はある女の子を好きになりました。でも彼の優しさが災いし、この先恋の湖で溺れてしまうことにまだ気がついていませんでした。翌日、7人がやってきたのはチュニジアの首都チュニス。イスラムのエキゾチックな旧市街とアフリカらしからぬヨーロッパ的な街並みが混在するチュニジアを代表する美しい都市だ。中田イエス、中田イエス、終わるよ中田。僕鉄夫って言うんです。まあいいよ。レストランに到着した7人、席に着くとまずパンが配られる。するとドライバーのモッホさんが、あ、パンをこうしてね、多分ご飯のようにするんでしょう、これ。あ、ちぎったパンに豆と鶏ガラスープをかけ、唐辛子ペーストと半熟卵を乗せる。そこにオリーブオイルをひとたらし。うわすげー、うまそうだよ、ね、これがチュニジア名物ラブラビ。庶民の味は丼一杯100円。美味しい、美味しい、ちょっとスパイシー、うまいよね。翌日、近くの公園へと繰り出した7人。すると楽しそう、うまいね、この写真。バスケットボールをする男たちを発見。ちょっと、混じっちゃおうかな。混じりたいです、ということで試合を申し込むことに。いつも出るのに、お、まあ、すごい、すぐ入った。見守る女性陣も盛り上がる、と思ったら、ソルトだ。タイの日本像のように横たわるソルト、悟りを開いているのか。アイノリやったら絶対にもう素直になれるやろってこう思い込んでしまってて、来る前に希望を持って参加した相乗りの旅。幾度となくメンバーと衝突し挫折しながら、その度に立ち直ろうとしてきた。しかし人を信じれない、やっぱりダメです。その夜、今日はどうしたの？ちょっと気分がきつかった、ごめんなさい。すると大瀬が、他メンバーに言ってください、それは。いや、ちゃんと言うつもりです。ソルトの深い悩みはいつしか女性メンバーの間に深刻な亀裂を生んでいた。いやー、なんか怖いな。チュニジアの大地を南へ走り始めたラブワゴン。すると、うわー、目の前に現れたのはコロセウム。1800年前に建てられた円形闘技場。その保存状態は世界一と言われている。アフリカなのにローマ時代の貴重な遺跡が楽しめるのも観光大国チュニジアの魅力。ローマじゃなくてもあるんだ。そんな世界遺産の真ん中で、こんなところまで入れるんだ。キモいキモいキモい。持ち上げて回すの好きだな。能天気に過ごす池袋の狼ブクロウと爆裂 B ガールの大瀬。囚われてどうにかされちゃうっていう感じ。あとで俺がいない時に見て。なんで。一見楽しそうに過ごす大瀬、しかし心の内は別だった。純平がいなくなってすごい不安で不安でしょうがなくて、なんか純平がいたから自分らしくいれたっていうのもあるし、
この旅でいつも寄り添っていた純平を失い、居場所をなくした大瀬。持ち前の明るさで旅を続けていたものの、精神的に不安定な状態が続いていた。その夜、街に出ようとホテルのロビーに集まったメンバー。しかし、ソルトは寝てる。この日も一人部屋にこもってしまったソルト。ソルトを残し6人で街へ出ることに。すると、ここは水タバコカフェ。煙を一旦水で洗って吸うという体に優しい水タバコ。いちご味やリンゴ味など様々なフレーバーが1回100円で楽しめる。楽しいひとときを過ごしながらも、ソルトのことがやはり気になる6人。ソルトまだ落ちてるね。ちょっとみんな力なんか。本当に優しいな。そしてホテルへ戻ったメンバーは、ちょっと起きて。ソルト遊園地行くよ。遊園地今から。うん。ソルトを元気づけるため夜の遊園地へ。3種類乗れればいいよね。ソルトさんは満足じゃないらしいです。じゃあ5種類。基本的に4枚だから。ソルトを気遣う男性陣。ソルト何時まで遊びたいね。結構長く。かわいい。そんなソルトを誘ったのは、じゃあ行きますか。ブクローダー。そして、うわー気持ち悪い。本当に気持ち悪い。マジで？なんかもう動きたくないんだけど俺。膝マック出して。いや。はい。はい。そこへやってきたのは大瀬とヒデ。しかし大瀬の表情は。大瀬気になるな。じゃあ。ごめんなさい。メンバーに言ってくださいそれは。ちゃんと言うつもりです。しかしソルトはまだメンバーにわがままを謝っていなかった。なるほどね。一言も謝りもしないでいいご身分だね。誰が？別に。さらに翌日、うわ、荷物をまとめラブワゴンに向かうメンバーたち。すると、持ってあげようって気はないの？どうしましょうか。さらに、潰れるから上がいい。一番上。あ、これいいの？そんなソルト、大瀬は見ていた。うわ。その日の午後、微妙な雰囲気を察した恋する日本代表のヒデ。部屋で休むソルトを除いたメンバーを集めた。ソルト、きっかけみたいのあればすっきりするかもわからんし。で、思うのは、誕生日に何かみんなでイベントをしませんか。だんだんこれ乗ってけえへんな。じゃあみんな、実はソルトの21歳の誕生日が間近に迫っていた。すると大瀬が、相乗り的に言えばさ、そうやって仲間とかさ、そういう風になるだろうけど、世間一般に見たらただのわがままだから、付き合いきれいね本当に。朝になっておはようみたいな感じなのに、またしかとかよみたいな。じゃマジムカつくさ本当に、あの子は肉体的にも精神的にもまだ落ちてる状況にいて、一回何もかも考えないで誕生日にとりあえずすごいパーティーやんない、すると、ラストチャンスね誕生日。もうそれでもしこの先またソルとかわがまま言うと本当ブチ切れるから。爆裂ビーバーの大瀬 VS 4の超辛口娘ソルト。ラブワゴンの王、誰にも止められない女同士の戦いが始まろうとしていた。怖い。その日の午後、ドライバーのモッコさんがメンバーを連れてきたのは、おお、なんだこれ。チュニジア名物ハマーム。古くローマ時代から今に続く、いわばサウナのようなもの。早速メンバーもこのハマムに入ってみることに。すると、実はハマムの目玉はこのマッサージ。
マッサージ師とクンズほぐれつ合体することで体をほぐしていく。女の子もすると抜けろ、そんなメンバーたちの中でこの日も言葉を交わそうとしない爆裂 B ガールの大瀬と擬音のソルト、ハマムでリフレッシュした7人は再びラブワゴンでチュニジアの大地をひた走る。その車内、恋する日本代表のヒデがソルトと隣同士に。それでもヒデは勇気を出して話しかけた。ねえねえ、なんだ、なんて見てみたら、どっちか折れるわ、さ解決するよ。仲良くなる気もないし、実はまだまだ君には特質的なものがある。それは君自身も気づいていないからだ。お前一番大きいのに占めてるのは純粋そうだぞ。ない、ない、絶対ない。それが純粋絶対ない。気持ち悪い純粋とか。今日のヒデはそれでも引き下がらない。お前は本当にもうどうしようもないやつで、本当にただの悪い女って言うんだったらしんどい。なんかお前に話したりしねえ。もういい、めんどくさい。この中でお前のことを嫌ってるやつがいるとしたら、お前本人に言うよ。息苦しい、なんかワゴンの中いるだけ。ヒデの目には大粒の悔し涙が浮かんでいた。あら、うわ、最低や。その夜、ソルトはやりきれない思いでいた。心配してくれたヒデを拒絶してしまった自分。そう、やっぱみんなの雰囲気悪くしてるのは私やったし、でそれでやっぱキレてるのも分かったし、大瀬が。もう本当にもうすごい普通のことなんですけど、恋愛をして女の子と3人でこう相談しながらもライバルしつつみたいな、ちょっとそういうちょっと憧れてて、仲間とか一番やっぱりちょっと人を信じることができひんのが一番の悩みで、自分が過去に裏切られたことをもうずっとひたすら生産線とこう引きずってて。実は中学生の頃、ソルトに一人の親友ができた。唯一心を開ける生まれて初めての大親友。しかしその親友とある日突然連絡がつかなくなった。すごいめちゃくちゃ心配になって、なんかあったんじゃないかと。2年後ぐらいに電話が来て、面倒くさくなってさみたいな言われて、なんかもうそれでなんかもう何もかももう嫌になって、大親友に裏切られ、もう誰も信じることができなくなったソルト。彼女の心は今もなお深い闇をさまよっていた。チュニジアの大地を南へ走るラブワゴン、途中休憩を取る7人、車内に残ったのは女3人。おっと来た。サフ1枚。この状況もまずイライラしてるし、あっちみたいな。再び走り出したラブワゴン。今度はガソリンスタンドへ。車内に残ったのはまたも女3人。バナナ美味しそうじゃない？口数の少ないソルトを気遣うシャンプー係のリコ。横から見ると大津で裸みたいな。うわぁ、でかぁ、怖い。これ優しく気配り上手なリコ、強烈キャラ2人に挟まれていた。リコの違いで、正直私もどうしたらいいかわからない。この日7人がやってきたのはドライバーモッコさんの知り合いのお宅。男同士でもキスでご挨拶するのがチュニジア流。キラーニさんは奥さんと2人のお子さんの4人家族。中庭に案内されると、お、すごい。上から見るとこんな感じ。何
これは穴蔵住居と呼ばれる800年前から続く世界的に珍しい伝統住居。穴の中は夏涼しく冬暖かい超快適空間。おかげで今も村中穴だらけ。素敵なとこ。なんかいいな。うわあ、綺麗。七人はこの穴に泊めてもらうことに。すごいすごい。キラーニさんからお手伝いを頼まれたのは羊男のユウくん。思いを寄せるリコと二人で荷物運び。でも利口だねこの子。めっちゃ頭いいやん。ねえ。楽しそう。するとリコは。3人ってやっぱさ奇数だから年下ってやっぱりね難しいじゃない女の子って。うんうん。オーゼの気持ちもすごいわかるし、ソルトのその悪気がない気持ちもわかるから、うんうん、難しいよね。うん。ユウくんもそんなリコの気持ちを察していた。あ、そうです。そしてあまり綺麗じゃないです。ほら、よかったじゃん。ソルトはさ、すごいわがままな子だなと思って、エチオピアでもうソルトに関わるのはよそうって思って。でもソルトが不満を言ったり、その原因があるのは俺たち男がしっかりしてないから、ソルトが恋愛できないっていうで、リコがその恋愛以外のことで悩ませてしまってるんだったら、それは俺的に嫌だから、頑張った。そういうの取っ払う手助けをしたいな。そしてユウくんはこれね、クリスタルなんですよ。お、幸せを運ぶ石なのね。あげるよ。すごい、いいの？全然、もう。そのわけでプレゼントや、ほんま。それは、ユウくんが日本にいる時からずっとつけていたクリスタルのブレスレット。相当な重くない？とにかくなんかそれをもらった時に、ユウくんが優しいなって。お、一緒にいて楽しい。優しい。嬉しい。だんだんなんか本当に男らしくなってきて、すごいかっこいいなぁとか。すごい。妖精の心に芽生えた思い。二人の魔女の争いの間で羊男の恋は静かに動いていたのです。誰が魔女や。この日はキラーニさんがこの穴村住居で夕食をご馳走になることに。すごく美味しいです。ありがとう。夕食後後片付けをする7人。この日も大瀬とソルトは微妙な距離を保ったまま。うわー、目合わせ。決して言葉を交わさない2人。しかしこの夜、事態は急展開を迎えようとしていた。どうも。呼び出したぜ。ホテルの裏にソルトと大瀬の姿が。うわ、臨戦態勢や。おー、パッチギやパッチギ。いつも、なんだろう、いきなり機嫌が悪くなって、話しかけても仕方で、自分の機嫌が良くなったら話しかけてきて、それでずっと我慢してきたけど、でも今回は本当にもう無理だなって思って、大瀬は多分すごい私が、自己中で周りのこと考えへんことに対して怒ってると思ってるんやけど、私は、それを直す気はないの？それは直す気はないの？見返ると、すると直す気はある。うん、もういいじゃないじゃん。何で直さないの？ん？なんで直さないの？何が気に入らないの？
そして腹割れやいいじゃん。何でも聞くよ。そんな大瀬の言葉にソルトは、なんか仲良くなるのが怖いっていうか、昔すごい仲いい子に裏切られて、それ以来なんか、私どうしてもなんか、心から人を好きになれ、女も男も、だから反対に、全然みんなから思われほうがすごい楽やって、二十歳最後でしょ。ねえ、なんかなんだろう、そんなツンケンしてたら自分が辛くなるだけだと思わない？もう自分でなんか自分を苦しめてるだけじゃん、ツンケンしかとしてさ。でもみんなソルトが根はいいやつって知ってるから捨てないんだぜ。すげえもったいないことしてんだよ。私がさ、こういう性格、こういう性格やからな、すごい正直もう大勢に焼いてて、大勢がみんなに、そのめちゃくちゃそのに甘えらっていうのがすごい羨ましかって、だから反対にすごいイライラしてて、リコもすごいいい子だし、なんかどんどん自分が自分がもう萌瀬も19、20歳の時はそうだったよ。全然甘えないで、もうほんとツンケンしてて、気づいたらすげえ一人ぽっちになっちゃってて、なんかそれ以来すげえ人に甘えるようになって、そしたらなんか一人ぽっちじゃなくなってきて、だソルトもそうすりゃいいさね。かった、さあ行くよ、もうすぐ二十歳終わっちゃうぜ。早いぜ、二十歳過ぎたらあっという間におばさんだよね。二十歳で嫌なこと全部忘れようぜ。ありがとう。翌日メンバーがやってきたのが、すごいね、すげえとこ来た。岩山をくり抜くように作られた天然の倉庫、クサール。こういうの多いですね。外敵から食料を守るために作られた800年の歴史を誇るチュニジアを代表する遺跡だ。すると寒いね。羊男のユウくんが、よし、いけ、いた、いけ、毛布を抱えて走り出した。あ、いい、一緒に行くよ。ねえ、何それ、それ優しいな。そしてさっていいよ、かけるから後ろから。ありがとう。お、優しい。遺跡の中で二人は毛布にくるまった。どさくさまぎれかよ。あったかいね。夕日見るとギリコ誘いたいなって思ってて、でもその時寒いんやろうなとか思って、こいつ意外とドスケベなんじゃん。あなたも楽しくなったね。赤く染まった夕日が静かに沈んでいく。もう禁止。わお、いつの間に。すごい、綺麗綺麗。すげえ。いいね。何時かおしゃる。ゆうくんが
ますます好きになる。すごい。メンバーたちはレストランへ。するとスターウォーズって書いてある。ほんまや。あ、ここはスターウォーズのバーのシーンが撮影されたことで知られている有名なレストラン。あった、すごい。そして運ばれてきたのはこれ一人前、クスクス。チュニジアの定番料理クスクス。お米の半分にも満たない小さな粒、実はこれ世界最小のパスタと言われている。ふかす時の音がクスクス鳴ることがその名の由来。野菜シチューをかけて食べるのがチュニジア流。うわー、すげー、人参とか入ってんじゃん。そうね、美味しい。すると誰か俺の人参食ったでしょ。食べたからないんじゃないの。あ、見て、食っただろ人参。食ってねえよ。食っただろ人参。食ってねえっつってんだろってみ。もうやってらんねえよ、ちょっと俺外出るわ。おい、どういうこと。何だいそんなに切れてる。え、嘘だけど遠い。逆どっち。いや、多分普通に幸運してるんだよ。あの切れた行くどっか行っちゃったかもよ。するとハッピーバースデー、ハッピーバースデー。すべてはイオンのソルトの誕生日を祝うためにメンバーたちが計画していたことだった。ハッピーバースデー。優しい。そしてじゃあ第1回の笑い大会始めさせていただきます。メンバーたちはソルトを笑わせるために一発芸を披露。せーの、コージー。何持ってきてんの。俺ちゃんだ。メンバーの力の限りの出し物が終了。ではソルトさんから一言お願いします。ほら頑張って。これは嬉しい。ありがとう。ヒデもありがとう。コウジもリコも相談乗ってくれてありがとう。ブクロもありがとう。うん、しかしうん、すごい言いにくいんやけど、うん、えワゴンを降りようと思う。日本でずっと、うん、結構一人やって毎日、うん、すごい憧れててそれで、うん、恋愛もできたらすごいすごい人生変わるやろなと思って毎日毎日、うん、こういろんな、うん、4人男の子4人向いてきてやっぱりどうしても好きになれ好きに異性として甘えたいって思えれなくてそれがすごいやっぱり毎日しんどくて大勢ともすごい仲が悪くなっちゃって私は正直嫌われたまま帰った方が楽やったから距離置いててでも昨日大勢と喋って私すごい自分のことがめちゃくちゃ嫌いやねんけど21歳から新しく変えてみたらって言われてそれがすごい嬉しかった。すっごいもう本当にわがままなんやけど、みんなとすごい一番笑い合えた時に帰りたい。私は。うん、恋愛ができないからって別になんだろう。いいじゃん。よくないそんなの。よくねえよ。帰れ。借りてってのよ、借りないじゃん。こっちはマジで来てるからさ、そんな中途半端なやつにいてもらいたくないんだよね。するとヒデが、うん、絶対いつか団体生活また直面する時あるやん。なんか仕事にしても何でしょ。もうちょっとこの旅でそういうコツをさ、なんか学んでからでも
いいんじゃないかなっていうのは。だからコツを学びに来てねえんだって。コツ学ぶんだったらどっか別のところで学んでこいよ。研修行ってこいよ。一人一人にそれはちゃんと聞いて、でもうとりあえず俺はもう帰ってもらいたいから、別にこの前にいたくない。俺はもう、俺それだもん。俺はそれが一票だから帰ればって感じ。すると羊男のゆうくんが、この度誰でも参加できねえんだよ。だって恋愛できない人だってさ、それとまだ3カ国だよ、うん、俺ロゴライトヒリアンで6カ国いるよ。もうこのままずっと恋愛できないんじゃないかとか、すごい正直すごい焦ったし、俺、うん、俺今恋愛すごいしてる、生きてる、うん、だからそろそろもすごい好きっていう人見つけてほしい。そして変わるきっかけをくれたソルトに、最後に見てもらいたいものがある。俺さ、ソルトにどうしても見てもらいたいんだ。ちょっとして、お願い。どうしたの？だからいてください。ゆうくんの言う通りにしたいけど、一日考えてほしいと思うから。ソルトがリタイアを告げたその夜、恋愛ができないからっていいじゃん。よくねえよ、帰れ。中途半端なやつにいてもらいたくない。最後に見てもらいたいものが。翌日、ソルトが帰ってくるのを信じて6人は待っていた。そしておお、帰り。ソルトが戻ってきた。あったじゃん。ただいま帰ります。私が多分みんなの立場やったらさっさと帰れよって思うかも思うけど、できれば仲間として、うん、受け入れてほしい。おいいじゃない、一通過。おいいぞこれは。めっちゃ、うん、ね、歓迎です、うん、戻ってきてくれて嬉しいよね、うん、ソルトの復帰を誰よりも喜んだユウくん。しかし大喜びのユウくんの姿をリコは複雑な表情で見ていた。勘違いされた。嘘、俺今恋愛すごいしてる。あ、そうか、そうだよ。これ見えるって。見てください。そうだよ。お願い。そうだこれ、何これ。ソルトに向けられるユウくんの優しさ、すごくない。いつしか恋がねじれ始めていた。何でも屋さん行ってみる。メンバーたちは買い物へ出かけることに。旅に戻ってきたソルトに寄り添うユウくん。するとリコは、ブクロウの隣へ行ってしまった。しかしユウくんは、ソルトと初めて話したときに中華の話をした。え、中華の話をした覚えがある。初めて。マジで何話したっけ。何にも覚えてない。なんか言って。景色を見ながら話したやん。買い物の最中もソルトにべったりのユウくん。あ、美味しそう、クッキー。じゃあお菓子買って、いいね。スマイル買いたい。スマイル買おう。スマイルある、ある。買おうか。早いな。すると、すいません、ごめん、ちょっといい、ごめんね、ごめん、いい。リコはその場を立ち去ってしまった。ちょっと。するとブクロウが、見てこれ可愛くない。え、これほら、クリスタル。しかし、優しくない俺。リコは外してしまった。恋
見たこともないぐらいのソルドへの優しさだったから、これ私じゃないなって思ったんですよ。それはリコの心に不意に芽生えた焼き餅だった。ぶどう食べる？ほら、あれ泣いちゃったよ。そんなリコの異変にヒデが気づいた。ヒデも何屋さんだ。リコどうした？ごめんね。うん、大丈夫、休んでよ。うん、薬飲んだ。大丈夫か？でも大丈夫、ノープログラムだよ。ちょっと神経泣いちゃったよ。お腹痛い。こんなケースね。ようやくユウくんも。いや、リコも休んでていた。これがまた辛いな。どうしたんですか？全然わからんねや。ごめん。しかしリコはラブワゴンへ戻ってしまった。リコ、どうした？なんかあった？他に。ごめん、一人にして。じゃあ、なんかあったら呼んでね。無理しなくていいからね。リコの心に芽生えた感情に気づかないユウくんにはどうすることもできなかった。帰り道、リコは一人先を急ぐ。リコ、ごめん、一人にして。分かった。そんなユウくんを部屋に呼びつけたのは、大瀬だ。この星座、なんか湯婆婆みたいな。緊張しどうなの。もうヒデと大瀬は何やねん。本当に好きな人がいて、まあ、大瀬はなんかてっきりリコンが好きだと思ってたの、うん、だけど昨日とかさ、ソルトのホテルに泣いてたじゃん。違うな、うん、違うな。ワゴン乗るとき、うん、男の子は全員ソルトのとこに行っちゃって、うん、だからその時にユウくんはなんかリコのことが好きだったら、なんかリコのとこに行ってソルトに乗ってきてよかったねって言えばいいさ。その時部屋に入ってきたのはリコだ。そしてこれ多分渡す人間違えてるな。それはリコを持って渡したクリスタルのブレスレットだった。うわ、怖い。ほら、めっちゃバカやん。そう、なんか輪っかを返してきたリコの気持ちも分かってあげた。もちろん僕に原因があると思うんですけど、出た。せやな。本当、ごめんなさい、わからないです。妖精の焼き餅。しかしそれが自分の優しさのせいであることに、羊男は気づくはずもありませんでした。この日、メンバーたちはさらに南下する。すごいよ。これぞ砂漠。すごい。目の前に広がるのはサハラ砂漠。日本の国土が24個すっぽりと入ってしまう、言わずと知れた世界最大の砂漠だ。あ、ジェットコースターだよね。道のないサハラ砂漠に突入したラブワゴン。その時、ラブワゴンがスタックして前に進まない。はい、はい、すると、お、ブクロどうした。ブクロどこだ。違うんだって教えたから。ブクロは砂漠の枯れ草を引きちぎり、タイヤの下に敷き始めた。あ、そうですね、行きましょうか。はい、はい、初めて役に立ったブクロにメンバー大感心。初めて役に立った。中でも大瀬はみんな押し方が違うとか言って
で、やっぱおばさんとかっこいいわ。そういう生活知識がある男大好きなのさ。しかし恋には発展しないのか。しないね。その夜サハラ砂漠でキャンプファイヤーをするメンバーたち。いいな、素敵だな。そんな中一人輪から離れる大瀬。順平を思い続けながら旅してきた大瀬。しかしカメルーンで訪れた順平との別れ。恋する爆裂 B ガール大瀬はいつしか単なる B ガールになっていた。すると最近不調だな。ブクロウが大瀬に話しかけた。なんかつまんないから体調が悪いって感じ。なんでつまんないと思ったの？なんか一人ぽっちって感じだ。そんな大瀬にブクロウは、大瀬は一人ぽっちじゃねえぞ。大瀬は泣き出してしまった。泣くなんて大瀬らしくねえぞ。泣き虫だもん。疲れちゃったな、ちょっとな。なんか純平がいなくなるときに、うん、ヒデが部屋に来て、うん、なんかあったらすぐ俺に言えよとか言って、うん、だけどなんかヒデのとことかも行けないし、だけどなんかいつもさ、うん、なんか袋になったらさ、それもまた袋に重荷になるしさ。そんなことないよ。疲れた時は休んでて平気だよ、俺がいるから。いつでも袋を頼って。なんだよ。今恥ずかしさ満点だけど頑張って言ったんだけど。ブクロなりの励ましの言葉は大瀬にとって何よりもありがたかった。別になんか大瀬のこと重荷とか思ってないよとか言って、なんかあったらブクロを頼ってねとか言って、眉毛超いいやつこいつとか思って。まさかちょっと恋してない。すると、してない、してない。あいつはサシバだから無理だよ。え、サシバ。実はブクロウ、だってブクロウ虫歯いっぱいなんでしょ。いや、多分虫歯になってない歯がない。は、虫歯だらけのブクロウはサシバだらけだった。ブクロウはサシバ以外は全部 OK なの。それはでもその差しは致命的だからダメなの。差しは何か嫌な思い出がある。何もね、生理的に受け付けない。差しはでも差しだけがある。じゃ汚い。虫歯磨かないからそういうことになるんだよとか。もう本当に何回も言うけど差しは嫌なの。なんとかそこをなんとかしてお願い。ブクロの優しさに芽生えた大瀬の恋心。しかしその行方には差し歯という月9もびっくりの恋の障害が立ちはだかっていた。サハラ砂漠にやってきた7人、この日はバギーで砂漠を探検することに。これは観光客に人気のサハラツアー用バギー。リコと二血したユウくん。しかし誘い文句が切り出せない。すると、じゃあヒデ一緒に乗ろう。うん、乗ろっか。さらにコウちゃん2人で乗るか、乗るかな。そしてブクロウは、じゃあ俺一人で。あれ、気使った。すげえ。ユウくん、タナボタでリコをゲット。チームプレー。うわ、いいなこれ。これチャンス。うねるように上下する砂丘がどこまでも続く。これはたまらんぜ。2人の距離を一気に縮めるシチュエーション。いけよ。しかしもうあかんて。何してんの、頑張れ。ください。リタイア仕掛けたソルトを気遣うあまり、リコに誤解されてしまったユウくん。これ多分渡す人間違えてるから。それ以来リコとうまく接することができずにいた。走ること30分。あれすごいな。砂漠の真ん中に遺跡が現れた。わあ、いいな。遺跡の片隅に座るユウくんとリコ、そして羊男は勇気を振り絞って切り出した。行け、ほら。ソルト、
がさリタイアするって言った時に、確かにそのソルトっていう存在は大きかったんだ。だから途中で帰ってほしくなかったし、でもそれは旅の仲間として止めた。それ以上の気持ちはないんだ。その時、うん、はい、そこに現れたのはバリスタのコウジだ。早い時俺乗せていい、リコ。リコを誘うコウジ。すると羊男はダメって言う、譲れない。おーおーおいおい、リコ嬉しい、嬉しい、全然ごめん。うわー、はずはず。うわー、じゃあリコまた今度話す気があったら話そうね。話そうね。じゃあね、気をつけてね。ゆうくんが初めて見せた羊らしくない力強い一面。リコと喋りたいからって、それをコウジにちゃんと言ってくれたゆうくんがすごい嬉しかった。おこの日ラブワゴンが訪れたのは海だ、海、ジェルバ島。ジェルバ島って周りを地中海に囲まれ、美しい海岸線が続くこの島は観光大国チュニジアの中でも最大級のリゾート地だ。おー、早速7人はビーチへ向かうことに。なんとお馬さん登場。すると動物好きのユウくんが動いた。この日もシャンプー係のリコと楽しい時間を過ごそうと積極的に動くユウくん。しかし後ろ乗っちゃダメ。おお、どうした。リコが選んだのはなんとバリスタのコウジ。実はリコ、リコまた今度話す気があったな。そうか、砂漠で誘いに来てくれたコウジの気持ちに答えられなかったことが心の奥に引っかかっていたのだ。そんなリコの気持ちをユウくんは知らない。またユウくんや気持ち大丈夫。あ、こういう時次考えるんだよね。女の子絶対落ちないようにしなきゃなとかさ、そういうのすごい考える。自分が落ちても。そう。楽しそうな二人と羊男。リコは僕の目の前でコウジを誘って、コウジといるリコを見るのがなんかすごい辛くて、逃げ出したくなっちゃって。しかし羊男の意志とは裏腹にお馬さんが。いい子も聞いてくれるでしょ、マジで。いい子だね、コウジにいて。え、俺すげえいい子って何で知ってんの。そしてこのむごい展開を興味深そうに見ていたのはこいつらだ。ダペ、うん、誘えばいいじゃんね。トゥユくん、森の手だと待って。ちょっとトゥユくんもなんかやってるよ。結構下ろすの手伝うんじゃない。早く手を差し伸べろ。よく行け。絶対危ないじゃん。これなんで行かねえんだよ。やだ。もうそういう男本当に嫌なんだけど。あ、マジだ。帰りの車内でも楽しそうなコウジとリコが気になる羊男のユウくん。顔に出すぎやろ。コウジといるリコは楽しそうで、それが本当つらくて、リコがすごく離れていくような気がして、しかも自分のジャンバーずっと着てる。本当これ無理だなって思っちゃって。その夜7人は各自自由に夕食を取ることに。ユウくんがお小遣いをメンバーに手渡す。すると、うん、コウジがリコを誘った。羊男のユウくんは、3人でいいですか。ユウくん、あげますかやな、これ下手で卒業したんちゃうんか。なんちゃって。本当にむっちゃきついね。むっちゃもう。まあゆうくん、地球上で今恋してるのはお前だけじゃないぞ、きっと。で、その半分以上が振られる。
そして何お前誘ってなかったの？約束してたの。あもういついつ実は数日前今度もし買い物ができたら、うん、なんか一緒に買いたい。オッケー。いいよ。やった。今度だろ。お前今日に言わなきゃ。今日の夜行こうねって。ゆうくん苦手な女の子を無理やりこうやるっていうのはずーっと見てて思うんだけど。それとか。旅してて。何？あうんの呼吸ができてると思ったのか。お前があーと言えばあっちがうんと。もう二人が望まれてると思ってたんだ。いや、思ってねえよ。持ってないです。するとそこに、うん、うん、うん、リコとコウジがやってきた。まだみんな食べてるか。ゆうくん食べたらちょっと歩かない。最初なんと顔を合わせようかな。え？なんどうやって顔を合わせよう最初。それはソルトに聞くんかい。自分で自分考えます。考えます。考えます。もらえるわ。 OK です。リコの元へ向かうユウくん。お待たせ。おう、あっち行く。あ、うん、まだでもデザートは食べてないようなんで。あ、マジっすか。取っといたんだ。コウジに誘われたけど本当はユウくんと話したかった。しかしユウくんは約束してたから来てくれたのかなとか。違う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 。でも一緒にいたいのはきっとコウジなんだろうなとか。違う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 。そういうことから考えちゃって。マイナス思考なんてるよ。アイスリコ何がいい？チョコとコーヒー。チョコレート、あのカフェ。チョコレート。するとリコが遊園地で食べたアイスの方が美味しかったような気がしない？うん、そうでもないみたいだね。テンション上がった。上がってるから頑張れよ。そうだよ、うん、テンション上げろよお前、うん、きっとアイスクリームが違うんじゃなくて俺の状態かな。状態、状態。文化の会話も途切れ思い詰めたように歩き続けるユウくん。そしてねえ、ゆうくんどこ？あ、そうや、わかんない。どうやら道に迷ってしまったようだ。大丈夫、行く、絶対行く。行こう。結構でも高いっすね。でも前年、多分こっちじゃない気がする。だってこんなとこ通ってなくない？行き過ぎてる気がするんですけど。だから行こう、あっちだと思うんだけどな。うん、9時まででしょ。うん、買い物できないかな。うん、どうしてもユウくんとお揃いのものを買いたかったリコ。しかしユウくんが道に迷う間に店は次々と閉まっていった。あ、閉まってんだって、うん、リコは座り込んでしまった、うん、そしてこの直後二人に致命的な決裂の時が訪れる。はい、リコ、ん、買い物何かあったら行ってきていいよ。俺ちょっと、うん、一人になりたい。いや、いいよ。うん、だった。なんでこんなことできんのやろ。リコは自分じゃないコウジを必要としているっていうことばっかり考えちゃって、なんかそういう落ちてる自分とか見せたくなくて。しかし受けをかけて。よしよしよし。降りた。どっちだ。え、こっち。ありがとう。
はい。リコは？あ、途中で別れて。ちょっと涙目になりながら歩いてたよ。うん、マジか。どこにいた？え、それでリコが一人になりたってたの？いや、俺が。お互いだから一人にしないでね。女の子こんな危ないところで。どこにどこにいて。気が動転するゆうくん。ゆうくん別探してよ。あてもなくリコを探して走り続ける。お前店も閉まってきてるで。その時、うん、リコ。リコだ。リコ、待って待って待って、リコ、はぁ、ちょ、待って待って、話して、リコ、あ、二人で話してきな、すごい心配だから。あ、大丈夫大丈夫じゃないでしょ大丈夫、え、あっち、さっきのリコ、リコ、ちゃんと話してきな。だって納得してないから目合わさないんでしょ、二人して。それ照らしないのやめな。この前言ったらそれ。いいいいいい、うまい、ちゃんと話して。もう嫌だ、話したくない。どうなっちゃうよ。リコ、お願い、話したくない。頼むって。まず謝らせて、俺に。ごめん、どうぞ。じゃあ、歩きながらでいいから聞いてよ。まず聞くことはない。ただ、私は一人でここの夜道を歩いてすごい怖かった、それだけ。本当にごめん。話すこともないし。そして集まったね。あ、こっちか。ごめんなさい。ホテルに入っていくリコの姿をゆうくんはただ見送るしかなかった。最悪。あ、うん、最悪だ。ゆうくん優しいね。すごい、いいの？嬉しい。ありがとう、ゆうくん。男らしかったよ。一人で寝たい。話したくない。聞くことはない。嫌だ、話したくない。その日の深夜、スタッフの部屋を訪れたゆうくん。リコは僕のことをお好きじゃないかもしれないけど、リコを好きなのは変わらないし、告白します。ゆうくん大暴走。今か。告白を決意したらドライバーから日本行きのチケットをもらい、意中の相手に思いを告げるのが相乗りの掟。近場近言ってみな。もう近場近やな。日本行きのチケットください。どうぞ。ありがとう。頑張ってください。頑張ってください。ありがとう、はい、頑張る。ダメだ、一回打っとけ。可能性がゼロだと思います。800年の悠久の歴史を過ごしたチュニジアの遺跡が暴走した羊を包んでいた。精一杯の気持ちを伝えようと決死の覚悟を胸にリコを待つ悠君。その時リコがやってきた。まだ怒ってるばっかり気がする。ごめんね、残しちゃって。うん、大丈夫。怒ってるな。私もまだ怒る。ちょっと長くなるけど聞いてください。うん、うん、最初に謝りたくて、
夜の街で、リコ一人にさせて、怖い思いとか不安な思いとかさせて、あの夜リコがすごく遠くに感じて、自分の気持ちでかすぎてすげえ苦しくて、いっぱいいっぱいで、そういうとこリコには見られたくなくてさ、結果リコを一人にさせて、本当に本当にごめんなさい。はい。リコがカメルーンから合流して、リコの明るいところとか可愛い笑顔とか、本当リコは優しい子だからさ、すごく俺も力もらった、うん、夜寝る前とか明日もリコに会えるって毎日すげえ楽しみでさ、嬉しいわ、この言葉嬉しい。そしてリコの気持ちが10とか20とかもう1でも全然いいから、俺かっこ悪くてもいいから一緒に帰りたいって思う。うん、そんなの日本に帰ってから100にする自信がある。おっと、来た。リコのことがすごくすごく好きです。好きな告白やん。うん、これが一番伝えたかった気持ちです。うん、チケットです。明日返事を聞かせてください。うん、うん、じゃあごめんね、逃しちゃって、こんな高いとこ、帰りもごめん、気をつけてね、登るとき。リコへの思いを全て伝えて去っていくユウくん。優しい子やな、この子。その夜、ユウくんの告白がメンバーに伝えられた。リコはユウくんではなく、コウジに気があると思う。残念。運命の朝。チュニジアの朝日を浴びて輝くクサールと呼ばれる遺跡。岩肌に無数に開いた穴にはまるで古代人の魂が宿っているかのようにも見える。そんな幻想的な空間で今、心優しき羊男が決死の覚悟を胸に運命の時を迎えようとしていた。リコの気持ちを知りながらもわずかな可能性にかけその返事を待つ。ユウ君でも顔変わったよ。共に旅をしてきた仲間たちがユウ君の勇姿を見届ける。神よ、あなたがもしいるならばユウ君をカップルにさせてください。ユウ君の本当の卒業式、結果はどうあれ最高のお別れをしたい。仲間たちのさまざまな思いが運命の地に交差する。その時リコがやってきた。告白が OK ならキスして帰国、ノーならチケットを返す。果たしてリコはどんな答えを出すのか。あれよ、でもどこを消すのか。うん、寝れた？うん、あんま寝てない。寝ないか。結果はどうあれ、うん、もし、うん、生まれ変わって、うん、また相乗りして、うん、リコに出会っても、うん、またリコを好きになりたいと思う。うん、何度相乗りしてもリコを好きになりたい。うん、真実の愛見つかった。ちょっとこう。ありがとう。
リコの返事を聞かせてください。うん、私昨日すごい考えてて、うん、チュニジア入ってからユウくんがすごい積極的になってくれて、いつも誘ってくれて、すごい優しいなって思って。一緒にいない時間とか一緒にいない日とかなかったよね、うん、自分から見た目で、あ、ゆうくん本当変わったなって思う。なんか嬉しくて、なんか私の返事は、日本に帰ってからも一緒に、なんだろう、目標とか持ち続けられる二人でいたい。だから一緒に日本に帰りたい。マジで。いや、これすごいリアル。ゆうくんが大好きです。うわ書いてって、書いてて。嘘。嘘。ほら。やべえ。緊張するね。ちょっと緊張すんな、俺。早くキスしろ。キス。え、頑張れ。頑張れよ。はい。やばい、超緊張する。そうだな。うわあ。うわあ。恥ずかしい。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。よかった。よかった。シャイボーイ。よかった。シャイボーイだった。で、またお前流で大丈夫ありがとうな、ほんま。いや、悪いぞ。それと、ほんと見せられてよかった。もう下手でじゃないよ。マジで卒業、うん、ありがとう。よっしゃ、バイバイ。ほんとびっくりしましたよ。ずっと認めたくなかったのかもしれないんだけど、すごい多分嫉妬してて、そんな風に思ってくれたっていうのはもう全然考えてなくて、もう世界で一番幸せ者です、僕は。アイドリー33組目のカップル誕生、ゆうくん、リコ、本当におめでとう。ゆうくんとリコと別れ、再び走り出したラブワゴン。劇的なカップル誕生に盛り上がるメンバー。これ何？逆転満塁ホームランでしょ。間違いねえよ。マジだ。しかしその時、事件は起きた。ノッホさん、ごめんなさい、ストップです。ラブワゴンを止めるソルト。どうした？ごめん、なんかすごい。みんな楽しい気分やのにさ。うん。ユウくんも卒業したし。うん。私も今日で卒業する。ソルト、リタイア宣言。水原潮、20歳です。エチオピアで相乗りしたソルト。
かし集団でこう、まあ、いじめもう人が信じられなくなったソルトはかすかな望みを相乗りにかけた。恋愛をして女の子と3人でこう相談しながらもライバルしつつみたいな、ちょっとそういうちょっと憧れてて。そして空に羽ばたけソルトレイク。あなたをもっと好きになってね。でもみんなソルトが根はいいやつって知ってるから捨てないんだぜ。仲間たちに支えられここまで旅を続けてきたが、もう限界だった。私さ、相乗り来るまで、日本で20年間なんか、ずっとすごい結構いろんなことあって、もう本当に自分が嫌いやった。すごいいっぱいいろんな人傷つけてきて、そんな自分変えたくて相乗りに来てやっぱり変われへんなと思ったけど、自分を好きになれるきっかけができたのがすごい嬉しかったし、頑張れよ。素直な子なんだろう。ロセがね、21歳から変われるって言ったのがすごい嬉しかったの。本当にありがとうぜ。ソルトがまた自分のことをすごい嫌いになったりすることがあるかもしれないけど、おさそんなソルトもすごく大好きだからありがとう。出会えてよかった。言えよ。大好き、マリモセ大好き。バイ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 。まだまだ弱いけど、強くなろう、優しくなろうって、ありがとうございます。日本でも頑張ってね。こうして憧れていた相乗りの旅に思い出だけを残し、ソルトは去っていった。ユウくん、リコ、ソルトがいなくなり4人になったラブワゴン。そしてやってきたのは相乗り56カ国目エジプト。数千年もの時を超え今なおその姿を残す遺跡の数々、訪れた者を古代ロマンへと誘う文明発祥の国。でも行きたいな。母なる大河、ナイルが貫く多彩な風土に古代と現代の文明が混在する異空間、それがエジプトだ。あ、ピンクがあった。ラブワゴン発見。エジプトのドライバーはハニーさん30歳。この道10年のベテラン観光ドライバーだ。すると挨拶もそこそこにハニーさんは荷物を車の屋根へ。エジプトは年間数日しか雨が降らない乾燥した気候、荷物は屋根、これがエジプトの常識。こうしてエジプトの旅がスタートした。今日は新メンバーが合流する日。ブクロはさ、やっぱ年上来てほしいの。あ、やっぱ年上来てほしい。モラルの会話がある人がいい。モラルの会話をできる人がいい。大勢がモラルがない女みたいな言い方してない。トータルで走ること30分。あ、いた。男性新メンバー発見。新潟から来ました、五十嵐康夫です。かわいいよ。五十嵐って呼んでください。
今は現役大学生です。はぁ、嵐だけにアイドルに嵐をもたらしたいです。お願いします。嵐は21歳の大学生、小中高は野球一筋、今はスケボーとファッションに夢中。本当ピンチだよ、だいぶ。びっくりです。本当に。笑った顔とか超可愛いけど。全然いいわよ。全然素敵よ。新メンバー嵐が加わり、5人になったラブワゴン。嵐的にはさ、めっちゃいいよ。いいの、女の子どういうのがいいの。あ、僕結構守備範囲広いんで。そして走ること15分。おお、女性新メンバー発見。しかし、なぜか顔を隠し続けるおまみ。ボードには男性の顔が。え、どういうこと。え、おかしな人。どういうことかな。どういうこと。わあ、東京都から来ました。あ、斉藤まみです。まみって呼んでください。お願いします。最年少19歳のおまみは東京下北沢の占いカフェでアルバイト中。変な顔描かなきゃよかった。もう遅い。それは何なんですか。元気をもらいにアラブ人。アラブ人だって。新メンバーおまみ、かなり不思議系。旅の資金は1人1日2500円。これはエジプトで貧乏旅行をするためのギリギリの額。再び7人となったラブワゴン。その車内、不思議系のおまみは。見てこれ。何それ、かわいい。友達。どうしたの。これ持ってきた。友達くれたの。うん、友達なの。あ、友達なの。何の人が何、おまみが作ったの。だから、まあ、買ったの。買ったの。うん、なんかこれだってこうやって置いとったらさ、まみって呼んでるじゃん。呼んでない。その夜、大瀬がブクロウのことを話しに来た。最初バシロークするのいくらかかんのしたら10万ぐらいとかしたから全部入れ替えさせようと思って。どうやら袋の差し歯に解決のめどが立ったらしい。ということは、そう、それはまだ違うと思う。いや、来てるだろこれ。もうでも、もし明日袋がどっか行っちゃうってなったら超パニックると思う。好きだと思う。翌日。おお、すごい。あ、ほんとだ。やばい、やばい。左も好きやろ。すげえ、ほんとだ。すごい。すげえ。7人がやってきたのはルクソール。紀元前1500年頃、世界を代表する都市として栄えたこの町には、古代エジプトの王ファラオたちが眠り、その権力を象徴する世界遺産が町中に存在する。そのためルクソールは世界最大の屋外博物館と称される。まずドライバーハニーさんの案内でやってきたのは。あ、すごいね。やばいね。すげー、なんか映画のワンシーンじゃね。カルナック神殿。3500年前に建築が始まり、以後2000年もの間、歴代のファラオたちが増築を繰り返し、エジプト最大となった神殿だ。特に134本の円柱が立ち並ぶ大列柱室は圧巻。本当に見たい。よくこんなん作れるな。35世紀も前から。そしてカルナック神殿の最大の見どころがこちら、オベリスクという石柱。高さ30メートルのこの柱、なんと継ぎ目のない一枚岩でできている。うわ、すごいよねこれ。どうやって立てたんだ。お教えしましょう。まず岩で囲いを作り、中に砂を入れ、外側に盛り土をして、オベリスクを頂上まで引き上げます。そして徐々に砂を抜いていくと、自らの重さでオベリスクは穴に落ち込み、垂直に立つんです。その夜、メンバーがやってきたのは近くの市場。およそ300軒の土産物屋が軒を連ね、活気にあふれている。金庫番の日ではおまみと買い物へ。すると、日本人来るんだね、いっぱいね。なんか教えるんだろうね。
大瀬はバリスタのコージ、新メンバー嵐と回る。ノリのいい客引きに乗せられ、嵐は民族衣装をチェック。もうやられまくりじゃん。結構似合うよ。店の親父に勧められるがまま。バカな嵐、断る勇気も必要だよ。本当に、どうしよう。ダメ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 、そこ話しちゃったよ、金重い。すると大瀬はぽくないぽくないほらえ、そうじゃないこういうの。ぽいぽい。 OK、 じゃあこれとこれでハウマッチ。上下セットでご購入。メンバーたちの金銭感覚に不安を隠せない金庫番のヒデ、このままでは赤字。するとそこへ赤字を決定づけるメンバーが。似合うよマジで。翌日、ナイル川を染める夕日を見ながらの夕食。素敵な波を作りましょう。何これ？あ、テキン？顔面ついてる。頭ついてる。頭ついてる。何焼きだ、何焼き。これはマハムマハシという料理。実はこの肉、ハト。まず、ハトにお米を詰め、玉ねぎと一緒に1時間ほど煮込む。最後に鉄板で焼き上げて出来上がり。これで商店街の人。エジプトでハトはとってもポピュラーな食べ物。夕食後、下北不思議系のおまみがギターを持って登場。ギター弾けんの？うん、マジでか。元気をもらいにアラブ人。マミって呼んでるじゃん。呼んでない。あのおまみが自作の歌を披露すると言い出した。果たしてどんな歌なのか。傷ついた二人、いつの間にか惹かれ合い、二人の時間なんてこれから作ればいいじゃない。すごい、すごいな。普通に超いいけど。やばいじゃん。実はおまみ、曲作りが趣味。下北沢で友達と路上ライブもしているという。この日のブクロウの日記には、おまみの歌にマジ驚いた。おまみを変態変人と思ってた。自分が恥ずかしい。翌日、メンバーは郊外の遊園地へ。すると大瀬を、なんとブクロウが誘ってくれた。ブクロウと楽しい時間を過ごす大瀬。そして帰りの車内、はしゃぎ疲れたブクロウは、寝る気？じゃあ使う？大瀬の膝枕で甘えモード。甘えてくるブクロウって超かわいい。幸せいっぱいの大瀬。しかしブクロウは複雑だった。遊園地になんか行かなきゃよかった。どうした？思い出しちゃったの。なんちゃんだな、人。ほら一緒やん。膝枕して。はい。正直止めたかったですよ、本当は。リタイアを。もう一カ国でいいから旅してくれとか、土下座しようかなぐらいもすっげえ悩んだんですけど。ごめんなさい、サンプル。できなかったですね、急すぎて。ブクロはソルトがいなくなって初めて思いの強さに気がついた。やばいな、これは。翌日、
メンバーはルクソールを一望できる山へ登ることに。20分後、遅れ始めたのは爆裂 B ガールの大瀬。大瀬、大瀬、なんで大瀬っていつもこういう時だらしないの？池袋の狼ブクロが注意。すると、じゃあなんか面白いこと言って。マジで？うん、そしたら頑張る。いくよ、うん、ロックロックロック何？それ初めてだけど。いや、俺同じことはやんないんだって。じゃあ一緒にしていこう。ブクロのギャグで大瀬は俄然張り切り出す。そして歩き始めて1時間、うん、うわー、すげー。そこには古代遺跡が点在する屋外博物館ルクソールの景色が広がる。この日の大瀬の日記には、ブクロはキモい系だけど優しくて一緒にいるといつも楽しませてくれる、そういうとこがいいの。その夜、ホテルでは大瀬とブクロが何やら話し中。あ、大瀬、自分から告白して、うん、振られたことがないの、うん、これはマジ断言できる。で、ある時気づいて、あれ？と思って、俺相手から好かれたことが一度もないとか思ったのね。あ、そんなブクロの口説きテクニックとは。待ち合わせ、池袋で待ち合わせして会うでしょ、うん、どうしよっか。で、向こうは必ず俺に会わせんのよ絶対、うんうん、何でもいいよ、うんうん、じゃあ家行こうっつって。誰の家行くの？俺ん家、うん、でチャリンコでガーって10分ぐらいで家行って、普通に音楽かけて喋ろうかみたいな雰囲気を作るのよ、うん、で待ったり普通のちょこっとした会話をしてて、で4曲目か5曲目ぐらいに、その結構雰囲気の良くなる曲をチョイスしとくのよ、うんうん、でその入るちょっと手前ぐらいにこうガッてガッて引き寄せて、このこのだこのそう、ここを刺して、で俺じゃダメって聞くの。じゃあ初めは女の子は絶対何がダメなのっていう意味で何がって聞くので、そこで2回目は強く、だから俺じゃダメかって言ってんだろっていうの、超本気モードで、キレクショーで軽くキレ気味で。そうすると女はまずね、ダメって言われてダメって言えないの絶対、別にっていうの必ず。いや別に、すげえ勉強になる。じゃあ今日からお前は俺の女だって言うと、うんって言うのよ。へえ。絶対お前とは付き合いたくない。絶対付き合いたくない。なるほどね。翌朝、早朝だというのになぜか大瀬がスタッフの部屋へ。ああ。どうした。思わず引いちゃった。今日は報告があってきました。え、何何って聞いて。あ、俺聞いちゃった。何？袋のこと好きになりました。なんか喋ったっけよ。すっぴんで言うなとか思ってる。すっぴんだな、まあ、来た来ちゃったよ俺。今日は記念日だな。うん、寝起きだから。ぶっちゃけ夢で袋が出てきてちょっと幸せ感じて朝起きたの。嬉しい夢なんでしょ。袋のうちでチューしてる夢。超幸せだった、朝起きて。ついに古代ロマンの国で大手の恋は走り出した。ブクロがソルテの思いを引きずっていることなど知らずに、母なるタイガ、ナイルの流れがゆっくりと時を刻み、古代ロマンの香りが息づく世界遺産の宝庫ルクソール。この日メンバーは街を歩いてみることに。すると、何？パフォーマンス。
料理の手伝いみたいな。軽快な音とともに作られているのはエジプトのファーストフード、コシャリ。コシャリ、マカロニとひき肉、そしてご飯を3層に敷き詰め、トマトとカリッカリに炒めた玉ねぎをかけて出来上がり。エジプトの定番ランチメニューだ。早速コシャリをテイクアウトし公園へ。おいしい。うまいうまい。普通にうまいね。いただきます。食後、大瀬の鏡を借りたブクロウは楽しかった。よかったね、はい、うん、よし、キモい。すると、あー、お、誰か食べてあげて、誰か食べてあげて。完璧に今、ブラックにしてもったわ。そんなこと言いながら、おろすけずっとお尻触ってたよ。本当に。結局はそれが目的かよ。すいません。そしてヒデが大瀬を呼び出した。あら、この二人といえば、お前ら反勃起してんなよ。なんだと。衝撃的な出会いから5カ国、互いに自分の気持ちに素直になれず、辛い恋愛を経験してきたヒデと大瀬、二人は何でも話せる大親友になっていた。俺はお前に話がある。はい。耳を疑うような話だ。はい。他人の恋には鋭いヒデは気づいていた。大瀬、うん、ね、はブクロのことが好き？え？好きだよ。その答えにヒデは泣いちゃう。泣きすぎだから。嬉しいんだ。嬉しいんだよ。そうか、よかったね、好きな人見つかって。もう俺なんかスタッフみたいだよ。もう何言ってんだろう。翌日、そうやそうや、池袋の狼ブクロウの元気がない、うん、爆裂 B ガールの大瀬はそんなブクロウの様子が気になる。だるいけど、ちょっとだるそうだったね。なんだろうね。ちょっと前まではまあ、右にそれと座ってたなとか、でも一人でいる時よりも7人で食事する時が一番思い出す時ですよ。真っ赤になっちゃうんでしょうね。エジプトに入ってからブクロウは大瀬の気持ちに気がついてきた。大瀬と一緒にいると楽しい、しかし心の中ではソルトのことが忘れられずにいた。その日の夕方、ブクロウがあるメンバーを呼び出した。どうした、来た、下北不思議系のおまみだ。先日おまみの歌に感動し、また聴きたくなったらしい。ね、ギターって難しい。やりたい。やりたい。弾いてみる。これとこれを押さえて。出しとってみる。両方。ちょっとわかるな。出てる出てる。初めから音出るのすごいよ。マジだ。うん。一方、ブクロウへの気持ちが高まった大瀬はスタッフの部屋へ。何やら相談があるらしい。マッキー、告白したことあんの？まず告白したことないんだけど、今まで23年間生きてて。マジで？うん。その頃、愛すること止めないで、バーベスカイ。あー、なんかやばい、テンション上がってきたな。落ちた。うん、よかった。この日のブクロウの日記には、癒された、お豆の歌すごくよかった。お豆。翌日のナブラゴ、お豆がブクロウと何やら相談中。そして、ワン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 ダフル。実はこの二人気の合うお笑い仲間。ラブワゴンで隣同士になるとギャグの練習をしては披露してきた。これはちょっと楽しい。焦げちゃった。筋肉注射。モリモリ。乳首当ててみて。違う違う。出た。
ピンポーン。はーい。サザエでございます。チョークが出たみおり。そんな2人のギャグで大爆笑の王政。好きな人が笑っているのって超ハッピー。この日、町から離れた岩山を奥へと走るラブワゴン。すげえ。何王家の谷。まずすげえ。やばいよ、ちょっと。やってきたのは王家の谷。歴代60以上のファラオたちがここに眠っている。荒涼とした岩山にあるのは埋葬した墓を隠し盗掘を防ぐためだと言われている。ツタンカーメン。すげえ。七人は有名なツタンカーメンの墓へ。ツタンカーメンといえばわずか18歳でこの世を去った少年王のこと。18歳、これが棺なんじゃない。そこには黄金のマスクをかぶったツタンカーメンがひっそりと眠っていた。壁には3000年前に描かれた壁画が今なお残る。すげえ。すると不用意な発言をするメンバーが。どうした、いけてないな。ウクロウだ。この一言でウクロウにツタンカーメンの呪いが降りかかることになる。翌日、ラブワゴンはルクソールを離れハルガダという町を目指す。そして走ること5時間、見えてきたのは紅海。アラビア半島とアフリカ大陸に挟まれた紅海。エメラルドグリーンの海は世界一美しいと称される。そんな紅海に面したハルガダは古代文明の国エジプトが持つもう一つの顔ともいえるリゾート地だ。その夜、ホテルでは世にもこっぱずかしいイベントの幕開けが迫る。ちゃんと書いた？書いたよ。なんと自作の詩の朗読会が始まった。愛されることを知らないトゲトゲの木。素直になれた日記の言葉。うーんっぽい、ね、日常からアンプラグされた生活の中で巡り合えた7人の仲間たち、2人のプラグをつなぎ合わせたい。おなしの朗読が続く。最後はブクロウの番。タイトルは自流。自流、自流です。漢字で書ける自流。時の流れです。そう。広辞苑によると自流とはその時代の風潮や傾向という意味。しかしブクロウは時の流れと勝手に解釈しちゃってました。じゃあ行きます。自流。どんなに嫌いなところも、どんなに許せなかったことも、時間が経てば忘れさせてくれる。どんなにすれ違っても、どんなに喧嘩しても、時の流れが解決してくれる。自流は僕の味方だ。ずっと一緒にいたくても離れ離れにならなきゃいけない時もある。自流は誰にも止められない。愛しい君へ、忘れぬ君へ。自流はいつ君のことを忘れさせてくれるんだろう。おお、まあ、ちょっと失恋なの。ちょっとした失恋。それはちょっとその各々の主観で受け止めてほしいんだけど。なるほど。経験談とかないの。え？あんだよね。まあ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 。誰のことを思って書いたんだろう。忘れられない人がいるのかな。朗読会の後、我慢できなくなった王瀬はブクロウを呼び出していた。愛しい君へ、忘れぬ君へ。修羅場なの本当に。マジで。で、え？このシーンとしてる感じが嫌じゃない。そう、うん、なんか面白いことしてる。テクマクマヤコン。いいやつだな。すぐやっちゃう。全然面白くない。じゃあ本当は聞きたいことがあったの。お世話、今のは長い振りだろう。うん、なかなかやるじゃないか。だっていきなり聞くとなんか、うん、なんかいきなりそんな話にすんのとか思われそうで嫌だったの。
なんか袋は大瀬になんかあんま昔のことを喋んないなと思ってる。なんか大瀬が知ってる袋の元カノといえば、うん、なんか犬を手放せない、うん、今井絵理子にの元カノぐらいで、うん、あとは知らねえなと思って。あ、そう。で、そんなこと思ってたさ、うん、最近、うん、そしたら袋はさ、時流のさ、うん、歌を書いてきたでしょ、うん、あの詩はすごい悲しい詩でしょ、うん、悲しい詩だな、あれは。なんであれを持ってきたのかなと思って、うん、それ聞きたかったの。なんで？なんで？時流は、うん、いつ君のことを忘れさせてくれるんだろうで終わるら。そうだ。誰か忘れられない人もいるの？その話聞いてないよね。怒って言ってないな。なんで怒ってるの？聞きたいの。まだ言いたくない。え？まだ言いたくないの。あ、全然。だって別にへっちゃらだもん。嘘じゃ言って。全然余裕で言えるね。嘘。うん。でもまだ忘れてないんでしょ、その人のこと。もちろん忘れてないな、うん、だって最近の出来事だもん。うわ、言っちゃった。最近？うん。最近好きな人がいたの？うん。もう一回最初から質問して、うん、え？時流は誰のことを思って書いた詩なの？あれ？あれ、ソルト。うわ、うわ。ソルトのこと好きだったの？うん。うわぁ、うわぁ、で、じゃあさ、ソルトがさ、誕生日の日にさ、うん、リタイアするっつってさ、ブクロはさ、止めなかったじゃん、うん、リタイアしてやつすりゃいいじゃんって言ったじゃん、あの時好きだったの、うん、わかんない。え、いつ好きだったの？わかんない。カメルーンの時は？わかんねえな。え、いなくなってから好きって気づいたの？感覚がすごいな。やばい、頭痛が。いや、でも怖え、怖え。今思えば、最初から好きだったかもしれない。なるほど。入ってきた時から。うん。じゃあチュニジアで遊園地行って、うん、ソルトとはしゃいでた時は、うん、ソルトのことが好きだったの？いや、だから。そのタイムリーにその日その日はただひたすらそういう気持ちよりも今でもまだ引きずってんの？引きずってない。かわいい。気使ってる。引きずっ…ん？気使ってんな。気使ってるな。すごい言葉選んでるよな。いや、なんだろう、多分しばらくは、うん、引きずってるでいいじゃん、心の奥底にいるんじゃない？じゃあ引きずってんだよ。じゃあさ、ソルトいなくて寂しいじゃん今。それもないの？もう すんごい聞こえた。え、チュニジアの時ソルトのこと好きだったんでしょ？じゃあ、どんなとこが好きだったの？え？どんなとこが好きだったの？
答えてあげたいんだけど、うん、俺にも分かんねえんだなこれがまた。自分を引き止めればよかったら。え？自分を引き止めればよかったら。好きだから一緒に帰ろうって言えばよかったら。そうは思わなかった。なんで？好きだったでしょ。うん。あんたの好きって何なの本当に。え？うわーやだな。もう帰りたいな。分かるわ。帰りたいな。いやちょっと、すげーな。え、じゃあこの国始まってさ、ソルトいなかったから辛かったちょっと。別に。それはもう割り切ったの。うん。それだけ聞きたかったの。あ、そう。別にあとはない。マジだ。うん。大沢、俺みたいな経験してない？してるよ。この旅で辛い思いした？早思い？うん、俺みたいな感じ。それはない。嘘ついた。ないんだ。うん、嘘ついたな。まだ一度も恋愛してないんだ。してないね。うわぁ、そういうんだ。女の子は来ないようにや。くすげすやもしたって言うたら。それもまたつれぇな。うん。急に落ち着きとかなくなんねんな。うん、わかるわ。なんか動くんやな、無駄な。うん。怒んないで聞いてくれる？何？怒ってないよ、別に。すぐ怒るんだもん。怒ってない。どうせ、ね、ブクロが思ってるほど短気じゃないから。だって今現在も今ちょっとなんか声張ってたもん。怒ってないじゃん。怒ってないじゃん。怒ってない、ブー。ほんとに？うん。で、多分過去に、うん、一度同じ質問をしてるんだけど、いいよ別に、うん、もう一回聞いて。もう一回聞きたいんだけど、うん、俺初めて合流した時から、うん、何、嘘つきは大嫌いっていうの知ってるよね、うん、何笑ってんの。何それで何逆襲や、うん、それで何、嘘ついてないじゃんだから、うん、ああもうめんどくさいからじゃあズバリ聞いちゃうね、うん、純平のことは好きじゃなかったの？純平のことは、うん、すごい話になってる。気になる？え？気になる？前寄せなんて答えた？うん？別にいいよそれは。うん、ああ嘘つく、うん、好きじゃないよ。好きになれなかった。好きになりたかった、うんうん、ケニアから入って、うん、じゃオンエア、純平のオンエアを見てよって来たの、うん、であの人いたら絶対手出そうと思ってたの、うん、で合流して純平がいて、うん、絶対この人と帰ろうとか思って、うん、でやっぱ中身を見たいから近づくわけじゃん、うん、だけどなんか近づけば近づくほどなんか違うよなみたいなのがずっと続いてて、もや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 してて、うん、それでなんかもうやっぱ無理だなみたいに言って、うん、そうだからもうちゃんとなんか大好きとか思えたことは一回もない。うん、服装とかも一緒じゃん、聴く音楽も一緒だし、うん、だけどそれだけだった、なんか、うん、そ
それ以上なんか何ていうの進展するっていうかさ、うん、そばにいてほしい人とかじゃなかった、うん、から、うん、そんな。そっか。うん。納得したのかな。男の人大丈夫かな、納得してんじゃん。マジ。何？なんでそんななってんの？うん。そっか。何気に袋とこうやってちゃんと喋ることなかったよね。そうだね。うん。何今の。生々しいな。うん。嘘が。うん。嘘がちょっと生いな。じゃあ行くか。そうそう。いいよ先行って。明日朝早いんだって。だね。じゃあね。おやすみ。おやすみ。ちゃんと暖かい格好してよ。ほい。うん、バイバイ。おやすみ。おやすみ。逃げるように、逃げるように帰ってきた。失礼します。はい、まあ、聞きたい。大瀬との修羅場を終えた袋がスタッフの部屋へ。よいしょ。疲れきってる。疲れてるな。うまく自分の方は説明できた？あんまうまく説明できなかったですね。思った以上に質問攻めだったんで、ちょっと予想外な展開でした。ただの情けない男になっちゃった。いや、どう見てもそう。好きだったけど告白できなかったのなっちゃった。超やべえ、超しくじった。マジで。でもさ、もし小僧の方から告白してきちゃったらどうすんの？ソルトのことが好きって言って告白してくるバカいないと思いますよ。一方、大瀬は。どうだったって言われても分かんない。なんかもっと答えやすい質問にして。いきなりディレクターに逆ギレ。自流の詩の内容だよね。うん。聞いて、どう思った？そんなに好きだったんだ、みたいな。全然気づかなかった。そういう子が好きなんだみたいな。温泉に膝枕しながら誰のこと考えてたのって思う。安心するけど別に一緒にいたい相手じゃないんだみたいな。しかし忘れられない人っていうのは記憶の中に残ってるだけで、大事な人は今一緒にいたい人とか、これから一緒に思い出を作っていきたい人とか、そういう人だから。まあ本当に好きなんだ。どんなことが起きても好きって言える状況になんなきゃ好きって言いたくなかったの、周りに。ちょっとしたことで気持ちが変わるぐらいだったら好きって言いたくなかったの。だからずっと言わなかったじゃん、マッキーにも。だから別に今何が起きても好きかなって。翌日、ラブワゴンは砂漠の中どこまでも続く道をひた走る。すると、すごい、マジマジ。やってきたのはエジプトの首都カイロ。人口は実に1600万人。アフリカ大陸一の巨大都市が生み出す熱気とエネルギー。街の中心には古代文明を育んだナイル川が今なお悠然と流れている。建物高い、全部都会だね。そんな大都会を抜けると、あれ何やろ、あれ何やろ、あれ、うわー、でかいね。こんな見えんの。現れたのはエジプトの象徴、ギザの三大ピラミッド。長年奴隷たちによって作られたと考えられてきたこの巨大な建造物には、近年新たな説が浮上している。そうよ、
ういう話大好き。古代エジプトの頃、ナイル川がたびたび氾濫。ファラオは仕事をなくした農民たちを集めてピラミッドを作らせ、生活を保障していたという。つまりピラミッド建設は失業者を救済する公共事業だったというのだ。マジ感動だが。すごい。見えないよ。すごい。行ってみたいな。どうやって作んだマジでこんなの。昔のどうやって運んだのこんな重いし。なんか、ね、でしょでしょ。本当だ。すげえ。なんかこれ外れないかな一個。ね、もう持って帰んないか。歴史的な建造物に大興奮のメンバーの中、その輪を離れ一人になるブクロウ。念願のピラミッド、死ぬ前に一度は見たかった。マジ感動。カメルーンから祈りした池袋の狼ブクロウは2級建築士。現在1級の資格を取るため猛勉強をしている。実はブクロウ、並々ならぬ決意でこの旅に参加していた。恋愛もめちゃめちゃする気で来てるんだ。うん、死ぬ気で来てるんだ。うん、おまみに旅の動機について聞かれた時のこと。母さんの時に離婚した親父がいねえから、うん、自分で家庭持って俺が親父になって親父をしようかなみたいな感じで。3歳の時両親が離婚して、ほとんど父親の記憶がないブクロウは生涯の伴侶を求めて相乗りの旅に参加していた。すげえ。父親になるために、そして父親を知るために。翌日、メンバーはホテルの屋上で洗濯をすることに。すると爆裂 B ガールの大勢が。ブロックとしてやるよ。マジでか。ブクロウに声をかけた大勢は隣でお洗濯。柔軟剤とかないから服がバカになるな。ビチョビチョやね。しかしソルトのことで気まずくなっていたブクロウは返せない。水屋さん兼水屋さん、はい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 、うまいですね。大瀬から離れて洗濯を始めた。おまみもやる。あああ危ない。おおいいね。てか前に前に前に行くよ。気をつけ。よし、これいいかな。はい。翌日、野菜は。メンバーは自炊のため市場に買い出しへ。大瀬はブクロウと調味料を担当。なんちゅう学校やお前。あれ紐ごとかじゃん。買い物を終えた2人はメンバーの帰りを待つ方に。しかし何も話せないブクロウ。すると何ムカついてんの。え、何ムカついてんの。ムカついてる。なんで。え、全然普通だけど。そう、うん、そうならいいけど。今の発言に俺はむしろびっくりなんだけど。ならいいけど。言いたいことがあんなら言った方がいいよ。何やの。なんかチュニジアの時はブクロが一番喋りやすかったけど、今ブクロが一番絡みにくい。大瀬が喋んないから俺が喋ろうとして喋ってるから多分絡みにくくなる。違うよ、逆じゃんよ。あれ、やっと袋は大瀬のことどう思ってるんだろう。翌日、カイロ郊外の砂漠を走るラブワゴン。うわーすごい。すごい。現れたのはラクダの群れ。その数およそ150頭。ここはラクダを放牧して生活しているレドウィン族の村。彼らはラクダの餌を求めて砂漠を移動し、乳を売って生活している遊牧民族だ。あ、子供だ。お乳吸ってる。本当だ。あ、かわいい。かわいいな。そこでメンバーはラクダの乳搾りをさせてもらうことに。まずはヒデがチャレンジ。すると、よっしゃ。
やいてえ別アングルからもう一度痛い痛かったなんか白いのさすがに噛まれたなんだこれよヒデロスデロデロ伝説残したはいすげえ。そうこんな。何この子。翌日、ラブワゴンは首都カイロを離れ、一路西を目指す。熟睡するメンバーの中、一人起きているのは爆裂 B ガールの大瀬。告白のこと考えたら超不安でパニクる。ブクロに会えなくなるかもしれないし。そして走ること3時間すげえなに甘いわキノコがいっぱい生えてるね、目の前に広がるのはまるで別の星に迷い込んだかのような幻想的な世界何キノコ状の岩が林のように並ぶこの地は通称白砂漠石灰石の塊が砂で削られてできた自然の芸術品だすごくな飛んでる砂でしょヒデちゃん行こうよ行こうよ大瀬がヒデを誘ったあら、これは相談ですね恋する乙女やねいい顔してるよ、最近そう、うん、結構もう、あれか毎日胸が締め付けられる的なそんなアバンチュール全身あるのって感じいいのこういう時間袋と過ごさなくて別にだってさなんか、うん、なんでだってなんか弱音吐ける人がいなくて、うん、本当は超不安本当は超不安でもそれを言葉に出したらもっともっと不安になっちゃう気がして言えなくてなるかな昔言っていたね人間はロボットじゃない傷つかない恋なんてないとなんかロボットと恋するわけじゃないんだから傷つかない恋愛なんてないよ結構覚えてるね覚えてるなどうせがいつも袋のそばにいてくれてるのは袋自身もすごい嬉しいと思ってるし寂しがり屋だからこそいつも気にかけてくれてるのはすごい嬉しいと思うあいつはね、あいつも口下手だからいろいろ何も言わないと思うし、大勢がさ、寝る前とかに考えてるその人のことを考えてることとかさその人に対する気持ちとかさそれなんかくすぐったい気持ちをさ何も考えないで素直に言ったらいいんじゃない目見てさお前がその人に対する最初に持った気持ちをちょっとずつ大きくしながら今にまで来たわけじゃないですか、うん、その気持ちをその相手にまで、うん、渡せれたらその気持ちもうそれはハッピーです考えないで思いのままの言葉たちを思いのままにし超まん丸だし大内さんには本当に会えてよかったと思うわけです本当に助けてもらったからいっぱい頑張れよおい頑張れ頑張れ翌日一人
ホテルの部屋を後にする大瀬。向かった先はラブワゴン。はい、ハニー、ブクロに告白するのでチケットください。告白を決意した日本行きのチケットを受け取り、意中の相手を呼び出して思いを告げるのが相乗りの掟。うるせえ、頑張って。頑張る。ついにラブワゴンに別れを告げた大瀬。爆裂 B ガール、人生初の告白の行方は。エジプトの砂漠に沈みゆく夕日、いつもと同じ一日が終わりを告げた。しかしそれは大瀬にとって特別な時間の始まり。大瀬、人生初の告白。緊張してきた。どうしよう。すごいな、エジプトで告白。お前な。お、すげえ。こんな大瀬です。21歳。はい。恋をしたのはすごくいっぱいある。なんか月が変わると友達があるんで。この度ではぜひ自分から告白したいと思っている挙手。いいよ。ああ、そう思ってない。消極的だね、大瀬さん。言えない、好きとか。言えないの。なんか信じて捨てられるのが辛いから。大瀬、待ってるさ、絶対。こんにちは。近藤大瀬です。大瀬って呼んでください。お前ら反抗期してんのよ。なんだと？ペペ、純平超かっこいい。すげえ、デートみたい。のーそう、これもっとね、ここら辺でやるとなるんだよ。あ、ここら辺でね、ここ別に純平のことを好きじゃないから。ありがとうね。よろしくお願いします。え、なんで握手してくんないの？ねえ、セクハラだろ。キモいキモいキモい。疲れた時は休んでて平気だよ、俺がいるから。とらわれてどうにかされちゃうっていう感じ。僕はすっごい毎日こう観察してたら、なんかいいとこしか出てこないの。すごいバカができて、だけどすごい賢いので謙虚なの。僕らのこと好きになりました。自流は誰のことを思って書いてしまうの？あれ、ソルト。その時、ブクロが現れた。こっちだよ。あ、こっち？うん。あ、本当。じゃあ、失礼します。どうぞ。失礼します。どうぞ。失礼します。夕日沈んじゃったよ。遅いね、来るのが。マジやられたわ。遅かったね。痛っ。うわ、痛い。やっぱこっち側の顔キモいね、袋。ルーさん、ごめんね、本当のこと言って。間違えた。かわいいな。なんか最近喋ってなかったから。うん、それなんか、え、そう、それだけできたと思ったの、うん、だから、うん、だからなの、うん、あのね、うん、熱出た。痛い痛い。大瀬、大瀬、袋のこと好き。かわいい。痛い。いいじゃないですか。やばい、泣きそう。なんで泣きそう。ほら、なんかね、前ジリオのこと聞いたでしょ。うん、早っ。なんかジリオはさ、忘れられないみたいな感じだったじゃん、うん、で、なんかもうバカ落ちて、よりにもよってソルトとか、うん、なんかもうこいつは無理だと思ったの、うん、だけどなんか大勢にも忘れられない人っているの、うん、だけど、うん、記憶の中に残ってるっていうだけで、うん、大切な人じゃないの、うん、なん
かね、うん、別になんかソルトのこと忘れられなくたって別にいいよ。そんな袋もシャア大好きなの。今おせにとってなんか超大切なのは袋で、この先とかもずっと一緒にいて超はしゃいだりとかして超いっぱい思い出作れたりとか、だからね、だからなの。けど袋のこと大好きだよ。だからだから日本でも一緒にはしゃぎたいから一緒に日本に帰ってください。はい、袋知ってる言葉少なくてちゃんと気持ちが伝わったかわかんないけど、もう本当に袋のこと大好きだから、袋じゃなきゃ嫌なの、もうそれは。だから袋もなんかちゃんと考えてね。ちゃんと考える。うん、バイバイ。はい。大瀬からの告白マジで驚いた。俺は告白されたことはないが真剣に考えたい。なるほど。運命の朝、幻想的な白砂漠の世界に生命の息吹をもたらす奇跡の泉、オアシス。人生初の告白を終えた大瀬は最後の審判を待つ。うわー、ドキッてきた。ラブワゴンでは旅を共にしてきたメンバーたちがそれぞれの思いで大瀬の恋の結末を見届ける。その時ブクローが現れた。告白が OK ならキスして帰国、ノーならチケットを返す。おはよう。おはよう。お世話、なんか袋のやることがすごいすごいどん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 愛おしくなってた。袋のこと本当に大好き。泣かない。もう泣かないって決めたんだけど。袋と3カ国回ってすごい袋のいいとことかいっぱい知っちゃったから、なんか袋がいない生活とか考えられなくて、一緒に日本に帰ってください。果たしてブクロウが出す運命の答えは。まあちょっと真面目に本当言うから聞いてほしいんだけど、前にも正直大瀬に話したけど、最初に好きになったのはソルトだった。ソルトのことは好きだったんだけど気づくのが遅くて、自分でも信じられないぐらい、マジエジプトの一番最初の方とかもなんか心に引っかかるものとかやっぱ取れなくて、でも、最初それを救ってくれたのは
おまみだった。二人っきりで歌ってもらった時もあって、すげえ日に日に元気になってっておまみに感謝してる。告白するこの旅で告白するってことはすげえ勇気のあることで、俺が温泉ソルトのことが好きだったって言ってもすっげえそんなこと聞いても俺に告白してくるって本当すげえなと思った。なんかすっげえマジで本当になんか心に響いて、もう温泉の告白が俺の全てだった。温泉に出会えたことを一番に感謝してる。俺は温泉が大好きだから、マジで？なんだって。なんで？ああ、びっくりした。いやー。俺がオセを聞けよ、ちゃんと聞いてる。俺がオセを世界一幸せにしてやるよ。いやーすげえ、嬉しい嬉しい。だから一緒に日本に帰ろう。できれば笑ってキスしてんだよな。じゃあなんか笑うことしてよ。ちょっと俺離れるかな。えんかわいい。確かにそうだな。何してんだと思うよな。真実のラブゲッチュいっそー素敵やー、2回やってるし。あららほんまや。やっぱ温泉は一緒にいると安心する感がものすごくあって、落ち着ける場所でもあって、なんか自分と似てるなっていうのを思うんですよね。結構ふざけるとこふざけて、真面目になるとこは真面目になってっていう、なんか結構この国では、まあ、結構温泉に惹かれてる部分あるのかなと思ってましたね。十分楽しかった。やったよ。もうよかったね。ダメだ。いいね。だ心配だよ。みんなのことだけは。なんだよ。ゲストで頑張るなんだか。やったなお前。やったこの野郎お前。あの、おめでとう。おめでとう。おめでとう。よかったね、本当に。じゃあね。バイバイ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 。照れるな。すげえ照れるな。照れるね、照れるね。ブクロとは今日からのスタートだね。今の気持ちを忘れずに二人でずっと一緒に歩いていこうと思う。っていうか結婚したい。よっしゃよっしゃ。大瀬に出会えたことに感謝。帰国して
大瀬をおふくろに紹介するのが楽しみで仕方ない。大瀬を幸せにします。エジプト神秘の砂漠に34組目のカップル誕生。大瀬、ブクロ、おめでとう。